撮った写真だ。これは不思議ですね。砲術の一種でしょうか。この中にもう一人の私を複製したのですか。しかし動かないみたいですね。話もできないようです。先ほどまで体がこわばっていてあまりよく撮れていないと思っていましたが、今見てみると想像よりもだいぶ自然な感じで撮れているように思えてきました。全く同じ姿勢で、そして背後の風景も一体どういう仕組みなのでしょう。それがこいつのすごいところなんだ。少々お待ちを。まだ原理を理解することができていません。もう少し説明を。つまりこの中にいるのは私ではない。私ではないのならどうして私と全く同じ姿なのでしょう。そしてもし私であるなら今の私とは一体何なのでしょうか。